今おぎゃーと生まれた子どもたちは残念ながら二十歳になる頃に自分が投票権を持ってですねこの社会を変えるんだと言ってみてももう間に合わない。いつも離さないその震える心僕ら一つに一つに現実にですねヨーロッパは自然エネルギーの社会にもうすでに進んでるしだからもう少しでヨーロッパは石油がいらない社会になるし戦争も必要のない社会になるし原子力も捨てちゃう社会になります。真実というのは世界の飢餓問題っていうのは食料の不足が原因で起こっているわけではないです。ある程度自立を目指す少なくともそこを目指して植木鉢1個から始めると自分の食べ物を植木鉢1個から育て始めると世界観が変わると思います。